アイシーは地下鉄の駅を見つけると中に入って探索することにした。行き止まりだと？いや、ここは行き止まりであるはずがない。ここは？アイシーはさらに奥へ進んだ。アイシーは続けて矢印に従って進んだ。ユダを見つけることが最優先だと彼女は理解している。
アイシーは右の通路から響いてくる低い方向を聞いた。標的を倒したアイシーは右上の出口へと。おお。アイシーは今にも動き出しそうな地下鉄に乗り込んだ。地下鉄がゆっくりと動き出し、アイシーは時計塔への第一歩を踏み出した。アイシーは駅から出ると矢印に従いユダの隠れ家である時計塔に足を進めた。
アイシーは時計塔に入ると無残な残骸の山に気づいた。時計塔がこうなってしまった原因、それはユダに違いないだろう。アイシーはここが以前行った森と全く同じ構造であることに気づいた。それなら心配はいらない。矢印に沿って進めば迷うことはないのだから。